こんばんは、しんどあいです。前回ネジ先輩の、バレンタインイベントを投稿したんですが、いくつかコメントで、バレンタインの本番は翌日ですよっていう風に教えていただきまして、撮ることにしました。ここで合ってるのかな、多分翌日、のままだと思うので、これで合ってると思うんだけれども、見ていきましょう。稽古だ。マジレスありがとう、ムッツーミー。そう、稽古だ。一応ネジ先輩もそういうネット用語なのかな、マジレスって。わかんないけど、ちょっと面白いね。まあ、ネジ先輩らしくはとてもある。来週末には1年の総決算、最終公演。もはや1秒たりとも無駄にはできないこの良き日に、僕から一つお知らせがある。何でしょう。国と京都、明日お稽古休みます。お、ん？あれ、これバレンタインイベントで合ってるような、多分だと思うんだけれども、休む。え、休む？あ、聞いていたか、フミ。いや、貴様。いえ。この流れだと普段は後輩とかに発表を何かしらする前に、フミさん、カイさんには伝えたりっていうか、相談とかしてたんだね。いろんな発表の時も多分そうだったけど、今回は本当に急なんだ。もしかして昨日言っていた覚悟を決めるに関係がある？あ、え、デート？台本遅れの上に主役でありながら2日も稽古を休むなんて大罪、誠に申し訳ないと思っている。でも舞台を作るためにどうしても必要なことなんだ。ああ、まあでもそうか、そうだよね。キサちゃんというか、女性というよりはキサちゃんという考えで今回はいいのかな、に対してのいろいろを変える上では、そうだよね。ある種何よりも舞台成功において大事な要素だもんね、きっと。頼む、僕に時間をくれ。苦労。織巻。え、あ、はい。お前ダンスの稽古時間が足りないって騒いでたな。ああ、そうなんです、アクロバットの稽古に時間取られちまって。今日明日でフミさんに稽古つけてもらえ。なるほど、空いた時間にっていうことだね。今回のこのネジ先輩ルートだと、その白田先輩が今後新しいリーダーとしてっていうくだりは確かなかったと思うけど、でもこういうところでテキパキと、じゃあどうしよう、時間を最も有効活用するためにって最初に動くのが白田先輩なのはすごくいいね。白田先輩ルートをやった私としては、なんかとっても、なんだろう、感慨深いものがあるな。そうっすね、いいですか、フミさん。ああ。ヨナガ、お前は観客を巻き込んで笑いを取る自信がまだないんだろう。この時間を使っていろいろ試しておけ。はい、そうします。ヨナガ、観客が必要だろう。俺が付き合う。ありがとうございます。いいね、本当に白田先輩は、多分このルートでも意識して3年生の先輩たちが卒業しちゃうからっていうのも考えて率先してやってるんだろうなって思うな。そんでこれ何回も多分言ってるけど、カイさんとあのソウ君が自然とペアになるのすごくいいよね。似てるところもあるし、もちろん同じではないんだけど、本当にソウちゃん、ソウ君は、なんていうか、次世代のカイさんと言っていいぐらい、きっと将来先輩としてすごい慕われて、頼りにされる人になると思うから、なんか嬉しいな、こういうの。立花。お前は僕と歌の稽古だ。お前の歌が王国の獅子への出来を左右する。
完璧よりも上を目指すぞ。はい。白田くん、ネジさん、あとはこっちでやっておくんで、さっさと行ってきてください。クォーツがクラス優勝するために必要なもの掴んできてくださいよ。うん、そうだね、ありがとう。それじゃあ行ってくるよ。あ、立花君、少しだけいいかな。はい。俺てっきりそのさっき私デートって言ったの、割とその冗談とか茶化したわけじゃなくて、よく知る、距離を縮めるためにそのバレンタインの後で一緒に二人で出かけるのかなって思ったんだけど、この感じだと一緒に出かけるっていう感じではなさそうだね。白田先輩がまあお礼にチョコを作るか何かかなっていう感じかな。相談もせずに突然申し訳ない。お父さんのことですか？僕の全ては父につながっているからね。でもいつまでもそのままじゃいけないんだ。ネジ先輩、覚悟を決めてお父さんと向き合うつもりなんだ。これはね、これはね、そのパッと一番最初に気持ちとかじゃないんだけど、多分自分の趣味趣向というか好みなんだろうけど、文章的な表現の待ってますって言いたいよね。もちろんね、大丈夫ですかって心配、ただその3点リーダーがついてないから心配っていう感じじゃなくて、本当に大丈夫ですかってあったかく聞いてくれる選択肢だとは思うんだけど、でもね、ここはね、待ってますって、ここで私はあなたを待ってますって言うのがね、なんか何よりも美しい気がするんだよな。キサちゃんがとかネジ先輩がっていうのをなんか一旦隅に置いちゃってる気がするんだけど、でもこの二人の話だからこそ下がいいな。これ私下にしてもいい？待っています。なんだか戦地に赴くような気分になってきちゃうな。まあでもキサちゃんはいろんな人の演劇に関する演劇人生を変えてきたけど、これに関してはネジ先輩の人生そのものの何かを変化させて、きっといい方向に持っていくところまでやってしまったんだから、まあ本当に戦地と言っても過言ではないんだろうね。人生の根幹を変えるような覚悟がいることだと思うから。安心して、必ず君の元に戻る。真面目なシーン、すごくいい真面目なシーンなんだけど、そういうところネジ先輩がこういうことをさらっと普通のように言うところ、ふざけたりせず、かといってカッコつけるわけでもなく、なんか当たり前のようにこれを言うところに、いやなんか本当にネジ先輩ってある種誰よりも純粋なんじゃないかって思っちゃうな。この部分に関しては鈴くんぐらい、鈴くんもなんかさらっと言いそうじゃない？多分今恥じらいとかあんまそういうの慣れてなさそうだから恥ずかしがっちゃったりとかあるだろうけど、でもなんかふとした瞬間に真顔で俺お前のこと好きだからって笑ってくれそうなのは、そう、あ、そうくんじゃない、ごめんね、あの鈴くんだと思うの。ある種そういう本当に純粋無垢なところがあるからこそ、こういうことを真面目に相手に伝えられる。なんか天才と平凡って言っちゃ違うけど、紙一重的なところなのかもね。この純粋すぎるところがネジ先輩のあまり今まで見えてなかった魅力の一つなんだろうな。僕は可愛いアルジャンヌと一緒に舞台に立たなきゃいけないからね。そういうところ、いやでもいいとこだよね。 いいセリフなんだよ。なんかいちいち反応しちゃうけど、よくないよくない、真面目なセリフだから。いやでも、うん、可愛らしい人だなとも思うし、
こんだけまっすぐ言ってくれるんだから答えたいなっていう気持ちにもなっちゃうね。大事にしたいなって思う。ほら笑って、君からもらったチョコレートをお供に行ってくるから、明日の夜には帰ってくるよ。真っ先に君の顔が見たいな。何回も言うけど素直に言ってるのよ。本当にただ思ったことを言ってるだけっていうのがすごく伝わってくる。何か遠回しに意味があるんじゃなく、寄り道してるわけじゃなく、本当にそう思って言ってるんだっていうのが痛いほど伝わってくるね。ネジ先輩の作業部屋で待っています。それは楽しみだ。じゃあ行ってきます。なんか不思議だな。すごいある種好きっていうのをお互いに分かりやすく伝え合って、まっすぐそれを交換してるのに、子供の恋愛だなって全然思わない。むしろ真逆。あなたが好きだ、君をまずは見たい、君にまた会いたいよって、本当にただラブ、ライクじゃないね、ラブを分かりやすく手渡しのように伝えてるのに、すごい大人の恋愛だなって感じるな。意外とこんなにまっすぐ正直に好きを伝えるって現実的ではないのかもね。漫画とかだとね、まあまあ見るけれど、実はとても難しいことなのかもしれないね。ここかな？皆さんがおっしゃっていたのは。まあ、表現もレベル30なんですけど、一応、他に振らずにエチュードでいきましょう。イベントあるね。今日はこの辺にしておこうかな。ものすごいスピードで稽古が進んでいたから、昨日今日と自分の時間が取れてよかったな。あとは。失礼します。まだ帰ってないか。ネジ先輩、今どこで何をしているんだろう。どうやってお父さんと向き合っているんだろう。海に行く。では今また何かと向き合える、新しく進展で何かがあるともちょっと思えないんだよな。父が命をなくした場所っていうことには変わりないし、もう今はただの海になってしまっているから会話ができるわけではないしと思うと、家にある遺品とか家族とどんな人だったのかっていうのを話したりとか、そういうことなのかな。ネジ先輩、ただいま。ネジ先輩、お帰りなさい。疲れた。やっぱ遠いね。遠い。どこに行っていたんですか？あの海ですか？実家。父の遺品を整理してきた。やっぱりそうか。父が死んでからずっとそのままでね。それをようやく。父の部屋は僕にしてみれば綺麗だったよ。本は全部本棚に入っていたし、シリーズものはきちんと順番に並んでいた。劇団仲間と撮った写真は大事そうに飾ってあって、舞台のアイデアを書き記した手帳の文字は誰でも読めるくらい綺麗だったよ。ああ、ネジ先輩から伺っていたお父様のイメージと比べると、なんていうか、普通って言っちゃちょっと違うあれだけど、表現になっちゃうかもしんないけど、記載としてすごい変わった人だったってイメージがあったけど、そういうわけではなかったのかも。ネジ先輩のその自分が抱いていた父へのイメージが
ネジ先輩が作った舞台のあの台本に反映されたのであれば、ネジ先輩自身が思っているほど普通の人だったのかな。手帳残していったくらいだからさ、読んでもいいだろうと思ってね。生前の父をなぞるように文字を追ったよ。確かに、きっとそのお父様だったら読まれたくなかったら身を投げる前に焼くなり捨てるなりは怠らないだろうからね。ああ、それ思うと、いや、さすがにそこまでではないか。将来ネジ先輩にそのコクトに読んでもらう可能性をまで考えてた。ネジ先輩のお父様ならやりかねないなとも今ちょっと思ったから言ったけど、そこまでではないかな。でもありえなくはないのかも。いつか息子が見るかもと思って残したのかな。細やかに書き綴られた演出プランは僕じゃまだ理解できないことも多くて、たった一行なのに本一冊分の重みがあったな。一体どれだけの時間を舞台に費やしてきたんだろうって途方に暮れるくらいだったよ。でもね、その演出プランが少しずつ大雑把な構成になっていったんだ。え、それが次第にうまくつながらないアイディア案になっていった。手帳の持ち主が変わったんじゃないかと疑いたくなるくらいね。手帳そのものの時間軸というかにそれが現れていたんだ。それは結構見るのは辛いね。それって女優と何らかの関係を結んだ時期なのかな。生まれ持ったひらめきが、培った経験がゆっくりかき混ぜられて形をなくしていくようだった。こんな風にじわじわと真綿で首を絞められるように才能が消えていくのだとしたら、僕は耐えられない。ネジ先輩、でもね、父はそれでも毎日毎日手帳に何か書き記していたんだ。うん、見たこと、聞いたこと、思い浮かんだこと、拙くてガラクタみたいな言葉でも毎日必ずもがいていたんだ。父は才能を失ってからもずっと戻ろうと、もしくは新たな自分の目を出そうと本当に必死だったんだね。本当に人生をかけたものだから、命がけだったんだ。最後のページにはこう書き記されていた。明日ロケ、海辺。ロケ、これどうだったんだ。最初から死んでしまうつもりだったのか、それとも本当に前日まではロケとして行くつもりだったのか。え、それって何か思いついたのか、それとも何か思いつくために向かったのかはわからない。でも父は舞台を作るためにあの海岸に向かったんだ。いや、そうだよな。多分まさか死にに行くと自分で分かった上でロケなんて書かないだろうから、なんとなく今までのお父様の話を聞いた感じだから、少なくともメモ帳に書いた時点では本当にロケとして行くつもりだったんだ。行って考えが変わったか、もしくは自分の死こそが自分の人生の物語として一番美しい幕引きだと結論に至ったのか。だからなんて言うんだろう、客観的に見た、舞台として見たら悲劇の人っていうことになるんだけど、自分の人生としてはこれでいいと一種悟りのように、悲観、悲劇的ではなく自分で幕を下ろすかのように海に身を沈めていったのか。その場所で父が死んだ事実は揺らぐことがないけど、
でも僕が信じ続けていた才能の喪失による自死は事実じゃないのかもしれない。そうだね、そうですね、そうだよね。今までだと才能がなくなって嫌になったから海に行ったっていう風に思っていたわけだから、それは違ったんだ。世間的には自殺としか思えない死に方だったけど、もしかすると不慮の事故で死ぬつもりなんて全くなかったのかもしれない。そうか、そうだよね、そうだよね。急に大きな波が来て偶然怪我して、もしくは考えたくはないけど誰かの手によって事故でも他殺でも自ら命を失うことを選んだわけではなかったのかもしれないね。才能がじわじわとなくなっていったっていうその過程を知っていたからきっと死んだんだと信じ込んでいたけど、ここに来てその可能性が変わってきたんだ。どんな理由だろうと結局は悲しいけどさ、でも分からなくなったんだ。今までは当たり前だと思っていたことが全て崩れ落ちて、目の前には見たこともない世界が広がっている。父の死が暗く浮かび上がらせていた一本道はもうないんだ。だったらもう自分で歩いていくしかないよね。これが自立ってことなのかな。なんだかひどく手足がかじかんで凍えそうだけどさ。ネジ先輩、これはね、手を握ってもいいですか。私の手を握ってくれませんか。今まではたくさんネジ先輩に導いてもらって助けてもらって、気づけば大事な人になって一緒にいたいと思うようになって、そして今その人が愛とももはや言っていい愛している人が、こんだけ悩んだ末でもなんか小鹿のように震えて立てない状態であったとしても、なんとか前に進もうとあがいているのであれば、今だけでも私が導いてあげたいと思う。助けてあげたい。たった一歩でも私の手を握って、その一歩の手助けだけでもできるのであれば握ってくれないかと言いたい。相手に委ねるんじゃなく、今だけはネジ先輩を導いてあげる存在として救いたい。私の手を握ってくれませんか。うまくできるかな。うまくできなくてもいいですよ。そうか、じゃあ。ネジ先輩の指が私の手をなぞった。指と指が絡んだ。ネジ先輩の手、冷たい。手温めないと。立花君。ネジ先輩。父の遺品に触れるたび頭の中がクラクラ回ってめまいがした。意識がふっと遠のいて僕を誘うように波音が聞こえ始める。その度君がくれたチョコレートを口の中に放り込んだんだ。チョコレート、甘くてね。その甘みで喉が燃えて熱くなった。その熱を感じながらぐっと目を閉じたら、あの日の君が蘇る。海岸に僕を止めに来た君、その姿が海岸に向かいそうになる僕をぐっと引き戻してくれるんだ。これさ、ひさちゃんはネジ先輩を大きく変えた一人だと思っていたけど、
モットーだ。ネジ先輩のお父さんの死はネジ先輩の人生そのものをずっと絡まってどっかで操っているみたいで、呪いのように離れなくて、その人生そのものを、なんて言うんだ、お父様本人がかけたってわけじゃなくても、ネジ先輩そのものをずっと包み込んでいた父の死っていう呪いをと同じぐらい真逆に力強い存在なんだ、キサちゃんは。すごいことだよ。一度は死すら選んで同じ海岸まで行ったのに、キサちゃんはそれを止めたんだよ。人が死ぬってどんだけの絶望の末でそれを自分で選べるか、負のものだけどすごいパワーだと思う。でもそれを止めて、しかもまたそこに行きそうになった時に、そこにいないけど思い浮かぶ顔で、また会いたい、だから行くわけにはいかないって思わせてくれる。死にたいというとんでもないパワーと同じくらい、会いたいから行きたいと思わせてくれるキサちゃんって、本当にイネジ先輩にとってもう他にない存在なんだ。多分ちょっとあえて皮肉な言い方しちゃうけど、それこそお父様の死の呪いみたいに、もはや今やネジ先輩にとってキサちゃんがいなければ、それこそ死んでしまうんじゃないかと思えるほど、呪いなのか祝福なのかわかんないけど、もうネジ先輩の人生にとって本当にもう失ってはならないものになってるんだ。これは間違いなく愛だね。恋とかじゃなく。だからまた目を開いて、父の残したものに触れる。それを繰り返しながら、ようやく最後のメモに出会えたんだ。死ぬためじゃなくて、舞台のために海に向かうと書かれたメモ。その瞬間、父が楽しそうに舞台を作る姿が思い浮かんで、波音と一緒に静かに消えた。本当に死んでしまったんだね、父さん。なんかそうか、今まではどっか幻影のような父の死という物語の中での人物のようにきっとネジ先輩もどこか捉えていたけど、今回の一件を通して、なんて言うんだろうな、自分の父として本当にいた、かつてきっと自分の手をつないでくれたであろう、抱いてくれたであろう家族として、家族であり一人の舞台役者っていう、そういう形になった父が本当に死んでたんだっていう、架空でも物語でもなく自分の父がって、きっとそういう実感を改めて得たんだ。無念の死だったかもしれない、死ぬはずじゃなくまた舞台を作りたかったかもしれないけど、果たせなかった。今この瞬間だけはネジ先輩は、昔見たっていう子供の頃のネジ先輩のように、まっすぐに悲しいのかも。もうどこにもいないんだね。いい父親だったとはさすがに言い難いけど、僕はあなたを尊敬していたよ。